皆さんこんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、月始め恒例になりました、先月にですね、弊社の方のネットビジネス研究所というですね、まあネットビジネス研究会って言った方がいいのかな、のデイリー会員さんに公開しているですね、いろんなキーワードの分析、のですね、ものを一部、チラ見せで、お届けする回となっております。まずこちらの方からご覧ください。はい、現在ですね、2009年の1月1日から1日も欠かすことなくキーワード分析を買い向けに公開してきましたと。現在2820キーワードについて調べているわけなんですが、今日はこの中のですね、9月分をちょっと見ていきたいなと思います。ではですね、ここはちょっと飛ばしまして、ご覧いただきたいと思うんですが、9月の30日なんですけど、こんなキーワードから調べてみました。子宮内膜症というね、言葉があります。まあ、子宮ってですね、まあ、女性に関する、まあ、言葉だと思うんですが、これはですね、やっぱスマホ率が非常に高くて、8割を超えているものが、まあ、多いんですね。この子宮内膜症ってキーワードは、検索数が月間9万回あったりですね、スマホ率の 84.5% あるような、キーワードになっています。今回もですね、ちょっと最近ちょっと注目しているのは、まあ、ウェルクっていうですね、キュレーションメディアがあるんですが、このキュレーションメディアのウェルクが、キーワード検索、検索エンジン集客ですね。で、上位表示しているキーワードを調べているんですが、まあ、かなりの数のですね、キーワードが、まあ、数万回のキーワードで1位を取っているんですけど、これも同様にですね、上位表示をしています。なので、相当ね、これ全部集めるとアクセス数稼いでると思うんですが、一つ目は、子宮内膜症でした。はい、二つ目なんですけど、排卵日っていう言葉なんですね。これもですね、女性向けの、まあ、キーワードだと思うんですが、あるね、サイトはですね、この排卵日っていうもので、非常に集客しているわけなんですけど、この中でですね、このキーワードもやっぱり同様にですね、すごいですよ。スマホ率が 92% ですから、月間検索数13万回なので、まあ非常にですね、まあ女性ならではのキーワードということで、紹介いたしました。面白いツールがあるんですけど、それはデイリー会員さん向けに紹介しました。そして、VR ですね。最近僕の中でマイブームになってますが、まあ、VR っていうことに関して、ちょっとですね、またまとめていこうかなと思っていますが、VR って言葉について調べてみたんですが、現在ですね、まあ、9万回ぐらいの検索数があって、ただしスマホ率が 51% しかないというですね、非常にスマホ率が低いキーワードなんですが、このようなキーワードっていうのは IT 系のキーワードによく見られる傾向です。パソコンでですね、情報を、いわゆる開発している人たちが、検索したりとか、探している人が多いんじゃないかと思われますね。はい、続きましては、織物というキーワードなんですが、まあ、これちょっとね、なかなか話しにくい言葉ではあるんですけど、まあ、女性の方がですね、まあ、生理の時とかに、使う、言葉であるんですが、やっぱ検索数がですね、6万回もあるんですけど、スマホ率が 92% ということで、やっぱ女性にですね、気になる言葉であったりします。このワードなんかもですね、非常に悩み系のキーワードでもあるので、うまく集客すると、いいんじゃないかなと思うキーワードですね。はい、続きましては、カウントダウンカウンターというのを書きましたが、よくですね、情報サイトなんかで、数字がですね、あと残り何日とか残り何時間とかっていうふうに、秒単位で、ぐる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 って変わってるようなのがあると思うんですけど、まあ、こういったものをするとですね、まあ、急がなきゃ急がなきゃって気になって、購買が、促進されたりするものなんですが、まあ、これに関するですね、面白いツールなどを、今回は紹介しました。はい。そしてですね、Yahoo プロモ広告2016年10月の検索されるワードということで、これYahoo プロモーション広告の中で、ずっとですね、2年ぐらいにわたって連載されてたんですが、ちょっとね、2ヶ月前ぐらいにこれが止まってですね、ショックを受けてたんですが、なんとかですね、10月に間に合う形で、これが発表されました。またね、11月以降、随時ね、発表してもらえれば嬉しいなと思うんですけど、やっぱり
その月に検索される数が増えるものって、ちょっと調べられないんですよね。まあ、いろんなキーワードで、Google トレンドで見てみなきゃわからないので、このように発表してくれることは非常にありがたいので、ぜひね、続けてほしいなと思っています。それらのことについて、紹介しました。そして、まあ、1週間に1回ですね、土曜日に、Yahoo 新設カテゴリーというもので紹介しています。これ初めてご覧になる方のためにお話ししておきますが、Yahoo カテゴリーに新しくね、作られるものっていうのは、それのキーワード市場、そのような言葉が生まれた、そのようなジャンルが生まれなければ新設されないものなので、新しい市場とか新しいキーワードを知る上で、この新設カテゴリーっていうのを追いかけていくっていうことは非常に重要なんですね。これを僕は2009年から続けてるわけなんですが、なので、いろんなね、幅広いジャンルについて、把握できるのは、こういうものがあります。これはアーカイブがありませんので、僕のデイリー会員になってもらえると、過去全部ですね、履歴を見ることができます。はい、そしてですね、ざっと見ていきますが、更年期障害っていう言葉ですね。これは、まあ、年配の方がですね、やっぱり検索するワードなので、まあ、40歳以上での検索数が、検索率がですね、9割以上になっている珍しいキーワードなんですけど、意外にもそれにもかかわらず、スマホ率が8割を超えているということで、まあ、なかなかね、レアなキーワードじゃないかなということで、更年期障害についての、面白いサイトなんかも紹介いたしました。そしてですね、枕抱き枕って言葉なんですけど、まあ、枕っていうキーワードとか抱き枕ってキーワードがあるんですが、これ千葉県にある会社がですね、枕株式会社って会社があって、まあ、非常にですね、集客、まあ、売り上げ上げてるんですね。月商1億あるということで、それらのことについて紹介したりもしました。はい。そして続いては、ちょっと行き過ぎてましたね。ファンデーションというキーワードです。まあ、ファンデーションっていうのはね、まあ、女性向けの、このようなキーワードっていうのは、まあ、スマホ率が8割を超えてくるんですが、86.8% なので、かなりね、スマホ率が高いですね。こういうワードについて調べてみました。続いて、帝王切開です。まあ、これは、女性の方がですね、まあ、子供を産むときに、まあ、一つの方法としてあるわけなんですが、まあ、これもですね、スマホ率が非常に高くて 88.9% になっています。じゃあ、帝王切開でどんなサイトが注目かってことなんかを紹介したりしました。そして、続いては、メラノーマっていう言葉、これ聞いたことありますかね、聞いたことないっていう方いらっしゃるかもしれませんが、検索数が3万回を超えているので、まあまあ、検索数の多いキーワードなんですけど、これについて調べてみました。そしてですね、まあこれ Yahoo の検索データマンスリーランキングということで、これ月1回発表されているものなんですけど、これも載せておきました。そして新設カテゴリーですね。今回はですね、ちょっと新しい言葉なんかを、紹介してみました。はい、そしてほくろ除去という言葉なんですが、まあほくろってね、やっぱりコンプレックスがある、ものですよね。ついている場所によってはですね。なので、このほくろを取りたいっていうですね、のは結構ニーズとして、悩みとして深いキーワードだと思うんですけど、まあ、スマホ率も 85% を超えていて、なかなか面白いキーワードじゃないかなと思います。そして続いてこちら、テラコッタという言葉。これね、あまり聞き慣れない言葉のようなんですけど、今非常に注目されているワードで、検索数がですね、増えているんですね。テラコッタ、ね、コラッタじゃないですよ。テラコッタっていう、キーワードがあります。はい。そして、パンプスですね。まあ、パンプスってキーワードは、まあ、靴みたいなもんなんですけど、ただ面白いのはですね、パンプスではなくて、その前に何かつけることによって、非常に悩みが深いキーワードになるっていうものがありました。こういうキーワードはですね、ちょっと検索数は、まあまあ、少ないんですけど、5000回ぐらいしかないんですけど、かなりね、集客できるキーワードじゃないかなっていうのを紹介いたしました。はい、続いては、ウォールステッカーです。まあ、ウォールステッカーっていうとですね、まあ、まあか、そうですね、そのままですね、壁のステッカーってことなんですけど、これ実は、キーワードとして注目ではなくて、あるホームページにおいてですね、非常にお問い合わせフォームが考えられていて面白い事例がありましたので、紹介させていただきました。そして、続いては、バックパックという言葉ですね。これは旅行の時に関するキーワードなんですけど、
これも意外にもですね、スマホ率が8割超えてたっていうことで、紹介させていただきました。そしてですね、恒例になりました、楽天のキーワードランキングなんですが、まあこれもですね、楽天さんがアーカイブを取っていないので、2009年ぐらいから、僕の方でアーカイブを取っていますので、これを見られるっていうのも、デイリー解散の特典になっています。そして、新設カテゴリーですね、がありまして、まあ女性向けの言葉ということで、アイシャドウっていうものを、挙げていました。この辺がですね、意外にですね、ウェルクとか、メリーとかが強いんですが、アイシャドウに関しては、アットコスメが、1位を取っていました。まあこれはね、結構取らなきゃいけないワードかなって気がしますが、スマホ率は 88.6% でした。はい。続いては、スマホポーチです。これもね、スマホが登場したことによって、まあ、出てきたキーワードということになるんですが、スマホポーチですね。スマホ率が非常に高いワードになっています。スマホケースは、スマホ率はそんな高くないのに、スマホポーチは高いっていうことは、やはりですね、女性の方が持ってるからっていうことですよね。面白いですね。そして、プリーツスカート。です。プリーツスカートってものは、まあ、この秋ぐらいからちょっと注目されそうなので、現在スマホ率は 79% でギリギリ切っているんですけど、まあ、この秋の伸び方次第では、8割を超えてくるんじゃないかなって気がします。今、検索数急上昇の注目ワードで、月間2万回を超えるキーワードになってきました。プリーツスカート、注目ですね。はい、そして続いては、プリスカートの次は、何ですかね。ジュニアシートってわかりますかね。いわゆる、その、チャイルドシートの、バージョンアップ版、年齢が上に行ったバージョンなんですけど、チャイルドシートっていう言葉は結構メジャーなんですが、まあ、ジュニアシートっていう言葉もですね、非常に面白いんじゃないかなということで調べてみたら、ね、なかなかね、面白い傾向がありましたので、この辺について解説しました。そして、傘です。まあ、傘は別にね、キーワードして特に注目してるわけじゃないんですが、非常に傘ってですね、僕は注目してるのは、いわゆる折りたたみの傘とか、置き傘とかですね、あと100円の傘とか、500円の傘とかですね、まあ、いろんな、ものが出ている中で、どうやってね、傘として生き残っていくかってことを、まあ考えていくと、なかなかね、ちょっと面白い商材なんですね。いうことを、紹介していくスレッドにしようかなと思っています。はい、そして、Google トレンドの8月1日から8月31日の、ものということで、この Google トレンドも、毎日ですね、今、旬なワードっていうことで紹介しているんですが、これもアーカイブがないので、僕のホームページの中ではアーカイブを見ることができるっていうのも貴重な、ことになっています。そしてカテゴリーですね。そして、スキッパーっていう言葉、スキッパー、皆さんご存知ですかね。スキッパーっていう言葉についても、調べてみました。このようなね、新しい言葉をどんどん調べています。そして、まあ、秋口から注目なのが、ファーサンダルっていう言葉です。ファーってね、毛皮の、ファーですけど、がついたサンダルっていうものが注目されていて、まあ、検索数、そしてスマホ率も高くなっています。というような形でですね、デイリー会員の方は、詳しく詳細見ること、このリンク再開見ることができるんですが、一般の方はこの先を見ることができなくなっています。ということで、気になる方はですね、弊社のデイリー会員っていうものに入会していただくと、月々3000円でですね、キーワードを見ることができます。1日100円勉強だと思っていただければ、そんな高くないと思いますし、そして、一回会員になっていただくと、過去の2009年からの2800キーワードっていうものをキーワード検索で探して、そのことについて、知ることもできますので、まあ、特にですね、まあ、例えばコンサルタントの方、事業の方、そして印刷屋さんとかホームページ制作会社とか広告代理店みたいな、いろんなクライアントさんを持って、事業の方とかですね、クライアントさんの方は、結構役立つ、ツールになると思いますので、ぜひですね、デイリー会の方に申し込んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということですね、今日は、2016年9月に、投稿した、デイリー会向けのキーワードの、一部をですね、ちらっと紹介いたしました。キーワードマーケティングですね、キーワードについて、僕はずっと分析をして2800ワードになりましたが、これね、知ってるってこと財産ですので、ぜひ皆さんもですね、キーワードについて、調査していくといいんじゃないかなと思います。インスパイアの歌でした。
ありがとうございました。バイバイ。